こんにちは、山崎誠太郎です。クリエイティブプロセスへようこそ。今日は日本のいけばなをご紹介します。自然が好きで、山が好きで、自分自身の制作の背景に確実にあるのは自然観だと思っています。ただ、これは何も私個人のパーソナリティに依存するものではありません。日本には四季があり、一年を通じて様々な情景を見ることができます。この自然観は、この国の文化に非常に深い部分に鎮座し、多くの影響を与えてきました。その中でも、いけばなを紹介しましょう。このいけばなは、複数本の花材で空間を形作る空間芸術です。日本には、いくつかいけばなの流派がありますが、私は、小原流という一つのいけばなの流派の師範としての顔も持っています。その際の名前は、山崎源成。これは雅号と言いますが、一人前になると授かるその道の名前です。誰しも森を歩いていて美しいと感じることはあるでしょう。高い山に登った時、雪山を見た時、木漏れ日が差し込んだ時、それは全体の気配としての美しさです。花材一輪、枝一振りには、環境や時間、空気の痕跡を感じることができます。それは、自然が凝縮された豊かな美しさの断片と言い換えることもできます。いけばなとは、その花材の持つ美しさの断片を見出し、花材と花材のそれぞれの空間を関わらせること。それはまさに、心を動かす自然の中にある美しさを見出し、それらを互いに関わらせながら、目の前の空間に少ない手数で表現をするという作業です。まず必要なのは花の顔。つまり自然の中にある太陽の向きを示す言葉ですが、花を見るのではなく、空間を見ることが必要です。そしてその先にある自然の断りを見ること。その上で、目の前の花材に向き合い、美しさの断片としてその形を目の前に置くこと。複数本の花材で形作られた一杯の作品に、自然と、そしてその奥にある宇宙の断りを日常に寄り添わせ続けるのです。百花、他がために開くという言葉があります。美しく咲く花々は誰かのために咲いているのではありません。無心に咲く花の自然の美しさに、ただただ我々は感銘を受け、それを日常に取り込もうと常に道に励んできたのでしょう。今回は生け花について紹介をしました。日本には借景という風景を空間に切り取る文化や、枯山水という海や渓谷、滝などの大自然の景観を一滴の水も用いないで表現する庭園様式があるなど、多様な自然へのアプローチがあります。こんな自然観の奥行きについて、またどこかでご紹介できればと思っています。